夏色セレブレーション続きをやっていきます。スドアや攻略のために、やっていきたいと思いますが、秋月カメラでバイトをしながら愛を探す、この何週も何週もやったパートをここからやっていきたいと思いますが、もう皆さんも、だいぶ見飽きていると思いますので、なんかこう変わった感じになれたらまたそこからちょっと見てもらおうかなと思うので、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。そんなカメラは今空港に向かうんです。これからね、綾がもう行ってしまうかもしれない。またイギリスにどうせ行くのかなって思っていますが、モテ太郎がカメラを片手に今、なんかちょっと違うんだよな、空港じゃないんだよな、ちょっと手前で今これになったんだよ。駅前にこれが綾と会う最後のチャンス。はあはあ、間に合ってくれ。これなかったんだよな前は。もうもう行っちゃったの？ちょっと待って早くね。ちょっとイギリス行き早いですよ。ちょっと。あれ？ちょっと早いんですけど、イギリス行くの。5時の便で間に合ってないじゃん。あれ5時半だ。間に合って、行ってしまった。渡したかった俺の気持ち。アヤに渡したかったのに。もう行っちゃった後、おい。そんなことある？カメラ買ったのに、マサさんがおまけしてくれたのに。アヤは言ってしまった。俺の本当の気持ち伝わらないまま、アヤに誤解されたまま。会えないまま行くパターンもあんの？超バッドエンドじゃん。そういえば俺とアヤとはこの場所から始まったんだな。転んでいるアヤを助けてあげたんだっけ。そして、そうだな、絆創膏を貼ってあげたんだよな。最後何も言えずに、カメラも渡せずに、ここで手当てをしてあげたんだ。でもなんで俺が、なんであの時アヤを助けたんだろう。ただ単にアヤが困っていたから、俺の気まぐれでなんとなく助けただけ。そんなじゃないんだ。アヤが俺にとって大切な女性と感じたから、守ってあげたい女性だったから、人生を二人で歩んでいきたかったから。これもモテ太郎がイギリス飛ぶしかなくない？はあ、最後会えずに終わるとかあんの？星、綺麗だな。綺麗すぎて、痛いよ。でも、今日はこのまま、こうしていたい。まあ、今頃イギリスについて。ああ、何？雨？何？もうやめて。誰？モテ太郎、モテ太郎。誰ですか？クミコか？クミコあたりが。あ？アヤが俺を呼んでいるのか？あ、また幻想じゃない？これまた夢見てんじゃない？モテ太郎。でもアヤは今頃イギリスなもんな。本物？
物？え、夢？夢じゃなくて夢か？どっちだ？どっちだ？どっちだ？え？なんで？なんでアヤがここに？アヤは飛行機に乗ってイギリスに行ったんじゃ。え、本物？え、これ夢じゃないよね。どっち？夢？夢なの？行くのやめちゃった。やめちゃった。行くのやめちゃった。夢じゃないよね。これバッグが白じゃないから夢じゃないよね。え、完全にもう違うバッドエンドだと思ってた。あ、違うバッドエンドだと思ってたから、え、マジで？この何時間もずーっとループしてやり続けたこの努力が実を結んだってこと？でいい？じゃあまだちょっと安心するの早いぞ。あや、本当に本当に？あや、君のことを忘れたくて、嫌いになりたくて、嫌われたくて、会いたくなくて、会えないところに行こうと思って、でもできなかったよ。できるわけがないよ。あや、あや、あや。泣きたい。大好きな、大好きな君と別れるなんてできないよ。俺もごめん、辛い目に遭わせちゃって。ごめんね。本当にごめんね。嬉しいんだけど、もう今嬉しい、すごい嬉しいとあんまりこのあれなんだね、喋れないんだね。もうずっとやり続けてたから、もう本当にこれで最後にしようって思ってたんだよ。もうこれダメだったらもうちょっと今回本当に諦めようかなって、心がもう正直折れてたのだけど、でもなんかなって悔しくてやってたけど、やっとここにたどり着けて、すごい多分嬉しい、達成感というかすごいんだけど、そのなんだろう、ずっとやり続けてた疲れも手伝って、その嬉しさがあんまりごめんなさい、言葉に出なくて本当すいません。あー、俺はアヤを優しく抱きしめた。アヤの胸から悲しみが伝わってきた。アヤが愛おしかった。わあ、これトゥルーエンドだよね。完全なる。何回マサさんにとこにバイトに行って、何度イギリスに行くアヤを見送ったことか。もう何十回と見送ったよ、アヤをイギリスへとね、マイルを貯めまくったアヤ。多分もういらないな、もうマイルとかじゃないな、モテ太郎だなって思ってくれたんだね、やっと。マイルとかそういうことじゃないっていうことに気づいてくれたんだね、アヤが。きっとそうだ。で、真っ暗のこのロードの時間が長いとまた不安になるよね。ここでまたバグったら。だってこれ何回も何週も何週ももうやりまくってた途中、何度も止まってまたそれからやり直しもしてるからね。マサルコはね、モテ太郎とアヤのために、違うな、アヤのためにか。いや、違うな、モテ太郎とアヤの二人のためにね。長くね？準備してるの？今準備してる？画像の準備中これ。そう、あー出てきた、よかった。おお、やった、トゥルーエンド。このね、バック背景のねに絵が出たら、これはトゥルーエンドなんですよ。うわー、よかった。何この映像、何、どこに行ったの？こ、山登り行った。そっか、その後2人で山登りながら写真撮りに行ったのか。そん時のきっと写真だな、これは。モテ太郎が撮ってんだな、多分。いやー、嬉しい。あ、これ教えてもらってるところね、公園で。初めてカメラを、一眼レフとやらを教えてもらってるところ。ちょっと着替えを覗いたりとかはしてないはず。ちょっと危ない危ない危ない。ちょっとおっぱいをもう、危ないよ。危ないよ。
あ、これね。人魚姫、人魚姫助けたところね。人魚姫。やっぱりそれで言うと1周目の時はプールで人工呼吸をしてなかったからこのエンドに行けなかったってことでいいのかな。やっぱやり直し、一からやり直した。なんですかこれは。ちょっと日焼けオイルとか塗って、ちょっと上半身そっち、ちょっと日焼けを全部日焼けするために上ちょっと取っちゃったみたいなやつ。あ、これは砂浜で初めての時。あー、これ、あー出た、なんちゃんありがとうございます。今回もなんちゃんのおかげだと思う。なんちゃんのおかげでここまで来れた。協力してもらってね、なんちゃんに。あー、またこれ出た。こう上ポロリしがちね、この人たち。あー、いいね、この最後このアングルいいね、いいね。このちょっと背伸びして抱きつく感じね。あーや、あーや、可愛かったな。ちょっとあれかも、今までの中でなんだかんだで、あやが一番好きかも。なんか、純粋すぎるじゃん。まあ、ゆなも純粋ではあったけど、ちょっと二重人格っていう、ちょっと複雑なことになっちゃってたから、最後ね。あやが一番なんか、こう、まあ、かまってちゃんではあるし、寂しがりではあるけど、あ、5年後、おお、後日談がある、5年後。今、俺は駆け出しの写真家として国内を飛び回っている。おお、すげえ。モテ太郎、本物になった、写真家になってる。5年前のあの日から俺は本格的にカメラを始めた。その成果がこれにある。あや、あやおかげ脳が抜けてる。あやおかげって、あやおかげって何ですか。まあいいか、俺はなんとかこの道に進むことができた。まあ駆け出しだから依頼されたものは、来るもの拒まずで受けている。辛い場合がほとんどなんだけど、でも今の自分はとても充実していて嬉しい。さて、あやはというと、うん、そこね。あやは、もう自分を飛び越えてるだろう、多分、モテたろう。え、あや、え、次はシドニーだって?日本と反対側じゃないか。体大丈夫か?すごい、あや売れっ子写真家になっちゃった。うん、大丈夫。これ終わったら、しばらくお休みするつもりだよ。あやの大丈夫や全然、あ、大丈夫は全然大丈夫じゃないからな。そっちはまた遠いの。あ、そっか、お互い忙しいのか。あやほどじゃないけど山にこもるよ。あやが帰ってくる頃には俺も戻るつもり。まあいいのが取れたらだけど。じゃあ、あやは一週間待ちぼうけだね。いや、取れないって言ってる。すぐ取って帰るわ。おい、今なんか言ったか。なんでもないよ。でも結局あやたちもお家にいることあんまりないね。いや、すれ違わないでほしいな。そうそうだな。あ、もしかして将来を心配しているのか。ううん、そんなことはないけど、でもやっぱりあの頃のあやみたいになっちゃうのかもしれないよ。心配ないさ、あやだって今のあやがあるんだろ。それに俺はそんなことしないぞ。あやだってそうだろ。うん、そうだよ、大丈夫だよ、二人ならお互い。おー、やった、ザ・エンド、須藤や、あや、エンド、やったね。いやー、皆さん本当にありがとうございました。これは超クソ嬉しい。本当に何時間やったかわからんよ。本当に多分全部カットしてるけども、してると思いますけど、あれ、今セーブしたっけ。したね。でこれ何度もしちゃうやつ、もう一応もう一回して、ん、セーブし、永遠にしちゃうやつだかな、これは。したね。 OK、 もう今した。 OK、 したね。 OK、 やったー。いやー、嬉しい嬉しい、超嬉しい。ということで、須藤あや無事に攻略しました。これはもう粘り勝ちと言っていいと思う。正直ね、あれなんです、この夏色セレブレーションって本当昔のもう20年ぐらい前なんですよ。で PC 版で出て、その後まあ PS 版でまあシンプルディセンシリーズで移植されたんだけども、あのね、
攻略サイトとかがほんとないんですよ。だからもう自分で頑張ってやるしかないっていう状況で、いやーもうねこれはね本当にね、やっと嬉しさが今込み上げてきたんだけど、わーよく本当に須藤彩攻略マジで難しかった、本当に難しかった、もうこんなむずいゲームあんのかっていうぐらい難しかったですが、見事いないんじゃない、いるかこの須藤彩攻略した人、それはいるよな、いると思いますけども、無事にマサルコも攻略することができました。皆さん本当にありがとうございました、長い間ご視聴いただいて、でまあもう一人残ってますけど、あの幼女もできるんでしょ、あのなんだっけ、マホちゃん、ちょっと一旦ちょっと休憩かな、でもやるかわからない、多分やるんだろうな、マサルコのことだから、まあでも一旦須藤彩攻略ということでありがとうございました、本当にご視聴ありがとうございました、次回あるか分かりませんけども、よろしくお願いします。では、あこの子ね、あとこの子ね真帆ちゃんね、大崎真帆ちゃんね、ということで、次回あるか分かりませんが、またお楽しみにということで、ご視聴ありがとうございました、さようなら。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る、でもいつもお母さんは似ていてばかりで俺を